衆議院愛知5区選出で自民党の神田憲司衆院議員は、自身が代表を務める会社で固定資産税の滞納を繰り返していたことが発覚し、先月財務副大臣を辞任しました。神田議員は今日、自民党愛知県連の会合に出席し、選挙区の県議や市議らに対し税金滞納の経緯などを説明し謝罪しました。これに対し出席者からは、支部長を続けていても意味がないのではないかなど厳しい意見が相次ぎました。先生方から、いろんな苦言をいただいたということです。公職者を続けるということでよろしかったですか。自民党愛知県連は近く党本部に対し神田議員の処分を要請する方針です。